今日は手前に運転しよう。どうしよう。31節がイエスについての証というですね。173ページ。ページあります。31から読みますよ。今見てるかな。チャーリーの時代の国の子は5章3節173節ですね。いいですか。もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。はい、皆さん、私について私のなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証しをした。私は人間による証しは受けない。しかしあなたたちは救われるためにこれらのことを言っておく。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光のもとで喜び楽しむことをした。しかし私にはヨハネの証しに勝る証しがある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証ししている。また私をお使わしになった父が私について証しをしてくださる。あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければお姿を見たこともない。またあなたたちは自分のうちに父のお言葉を留めていない。父がお使わしになったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているところが、聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。私は人からの誉れは受けない。しかしあなたたちの口には神への愛がないことを私は知っている。私は血の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの生まれは受けるのに、唯一の神からの生まれは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるのと考えてはならない。あなたたちを訴えるのはあなたたちが頼りにしているモーセのものだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば、私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができるのか。はい、そうですね。ここから今日お話しますね。何ですか、これは何のことまで書いてあるんですかね。まあ、聖書読んでね、ちょっと分かるとこね、何じゃろうなんてね、何にも分からないとね、思ったと思います。今、何回読んでも分からないね。一つの言葉が、一つ一つの言葉が分からないようになるんだけどね、全体通して何がいいんだよ。分からんというのが、ね、これ全体言いますとですね、これイエス様について、イエス様とはどういう方なのかって書いてあるんですね。おかしいですか。大丈夫、聞こえますか、ね。イエス様はね、このヨハネによる福音書という福音書はね、非常に不思議な書物なんですね。でこれが何で不思議かというとね、3つの福音書ですね、その前のマタイ、マルコ、ルカさんの3人の人がね、イエスについて書いてるんですよね。それぞれがイエス様に出会ったね、その見たまんま、出会ったまんま、感じたものを書いたわけ
してですね、それでヨハネさんは、ああこんなことがちょっと書き足らないんじゃないかな、あんなことも言われた、こんなことも言われた、そのことが三つの福音書の中にはあんまり書いてない、ね、それはいかん、ね、それはだからそれをちゃんと書いとかないかんと思うものをよう気がついて探して書いたと言えるわけでしてですね、まあヨハネさんはね、よう考えて書いてるんですよね。よう考えて書いたということはね、他の人たちはよう考えないで書いたということにもなるけどね、よう考えないで書いた、だから浅はかだと、ね、考えないのは浅はかね、それで考えたらあかんよ、そういうふうに人を簡単に考えてはいけないよね。あの人があんまり考えない、何でも考えないとパッパッと行動してしまうね、人を追ってですね、もうちょっと思慮の深い人にね、やってほしいなという人を追ってですね、思慮のあまりない人、浅知恵の人がね、言ったりするね、ちょっと悪く言う場合はそういうこと、でもあんまりね、直感的にパパパパとね、見てパッと物事を判断する人がおってるんですよ。じゃあその人の判断間違ってばーっとそうでもない場合もあるんでね、あれ不思議なんでしょう、なんかね、人間ってね。だからあんまりあの人の物事を考えないで行動する人やからね、だから失敗してるとかね、いろいろ勝手に判断せんほうがいい、簡単に物事パパパパパーと決めてもらってやった方が結構幸せだったりするね。いっぱい考えすぎてね、考えるんで結局ね、もう警戒ばっかりしてしまってね、そこも行動できない人だったりしてね、まあそんなあったりしてね、難しいね、時期を逸してしまうというかな、その辺のとこまあ難しいな、バランスというのかな。でもイエス様はね、見た時にね、まずですね、4人の人ね、最初順番から言うと、マタイさんがイエス様に出会って、マタイさんがイエス様のことを書いてるわけ、この福音、マタイによる福音書というと、そういうことやね。だマタイによる福音書という書いたマタイさんがどういう人やったかというとね、役人さんなんだよ。ね。役人ね。役人は役人でも、税務署の役人、職員。ね。税金を取り立てる人や。一番プロの人嫌い。税務署嫌い。これ言うとこかっていうね。そういうまあね、人もってですけどね。税務署の職員ね。いや私の、おばあちゃんの、家からは、だから親のいとこになる人なんですけど、税務署の職員職員の人もってるんですよ。ね、どこにおったか。大阪国税局という大阪国税局の職員さんで最後偉かなり偉いさんになったと聞いてますよ。そういう人ってな、うん、それから自分のばあちゃんも学校の先生がね、学校の先生がまあね、いろいろやったっていろんな人もおってですけどね、そういう人とかね、まあいろんな人もおってですね、自分のじいちゃんも小学校先生しとったから、そういう関係で一番長女である独身のばあさんがとっとじゃということにならって、みんながそういうところに行ったような傾向があるんですけどね、そんなんでいろんな仕事の人たちとは親戚の方ってですけど、まあ、そういう人たちをですね、見てるとね、まあ人間っていろんな人もおってやなと思ってね、もうこちこちの人からね、反対のめっちゃ柔らかい人というかな、いろんな想定ですね。でそれでその人がそのこちこちの人やからいけないとかね、柔らかいからいいとかね、柔らかすぎる人だってね、柔らかすぎるのいけないですかって言ってね、まあ、それはそれは言うたってね、その人はその人の人生やからね、そういう勝負の人やからね、その片っぽの人に片っぽがいいとか悪いとか勝手に判断せんのがいいとか思うんですよ。ね、人間ってすぐにね、人を裁く。ね、皆さん言われてね、裁いてはいけません。裁いてはいけませんよ、そういう人間は裁くね。あの人はこんな悪い人や、あの人はこんなええ人やとかね、
いろいろ言うこと決めつけてしまうね。あの人は帰りましたよってね。いろいろね。だから嫌いとかね。ああ、もう本当真面目な人やからええとかね。真面目な人やから逆に嫌いとかね。何とかいろいろ言うからいっぱい思ってですね。そしてやっぱりその人に思うんだね、物の見方するわけよ。ね、だから税務署の職員の人はね、やっぱりイエスを見たらね、この人、税金ちゃんと納めたんちゃうかって言うのやろってね。そう考えるわな。そうでしょ、ね、脱税しとんちゃうっていうね。うん、宗教界からね、宗教法人かな、今でね。宗教法人で結構ね、裏に悪いことしてるとかね。うん、宗教に名を借りてね。税金ちゃんと納めて、これ、ね、いろんなこと言う人もいたりね、いろんなこと言う人もそんなあったりしてね、まあ、その税務署の職員は、税務署の職員のようなものの見方してますよ、ね、それは悪い意味じゃないですよ、そういう見方すれば得なくなってくましまうわけ、そういう仕事してたんやからね、そうでしょ。それからルカさん、また今マルコさんかすみね、また税務署の方は、まあ、たかりマッコールか、まあ、マルコさんやな、マルコさんがあるかな。マルコさんは一番若い人で、ペテロさんの、秘書官、ね、ペテロさんの考えを、まあ、マルコさんが書いてるわけでね。だからこれはペテロの福音書と考えた方がいいんだけどね。だけどこれ書いた本人さんは、まあ、マルコさんやからマルコの福音書と書いてあるわけだけどね。だからそのペテロ的な見方をしてるということは考えられるわけで、一番短いというか、あいつがすごい、ね、だから、まあ、短いからね、まあ、読むって言わない人は早くなるから、ね、だから、マルコによる福音書の特徴があってね、新聞記者が書くような感じで書いてるね、見たらそのまま書いてると、あんまり考えないで。パッと見て、パッと見て、そのまま書いたという感じね。だから短い。で、またそれはそれでね、一番最初の文章と言われてますけどね、一番最初に書いてる、その後、また伊さんが書いてる、ルカさんが書いてる、また書いてると。マルコさん一番最初に書いた本にああいうことで、最初に書いたらやっぱりその影響力もあると思いますけどね。案外も簡潔に文章を作ってますね。で、さまたそれはそれでね、文章というのは短いほど説得力がある意味では持つんですね。あんまり長い文章はね、だらだら書いてあるからね、ええかなと思ったらね、文章の力があんまりないということもあったりしてね、あんまり簡単な文章の力があったりするんですね、そういうのだからね。わかるよ、ね。俳句なんてね、日本では世界一短い俳句という詩がある、ね。五七五。ね、短いね。味噌一文字、ね、味噌一文字、味噌って31か、ね、31文字でね、この温度をピタッと表現するの、ね、だ結構短いからね、大事なこと言わなきゃないね。大事なことはピタッと書いてあるから分かりやすい。それもまた短い文章は力がある、ね。だら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 いっぱい言うとね、一体あの人何が言いたかったのかなとか言うよりもね、一言ね、アホーとかね、バカだとかね、クソとかね、言うたもね、ズバリ分かりやすいもんね、その簡単に言うなとね、言いたくなったときだけどね、まあ、その辺短い文章がまだ力あるわね、なんかああでもね、こんなにだら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 言うたらね、あの人って何が言いたかったのかななるしね、そうしよう、まあ、ピタッと短い文章で切れたまま。分かりやすいというところがあるね。だからその分かりやすかったらええかどうかもまた問題だよ、このことはね。何が先生言えないかと、分かるでしょ、言ってみれば分かるでしょ。分かりやすいからええとは限りへんのですよ。分かりにくいのがええ場合もあるね。ね、だからあんまり当たり障りがないほうがね、いいわけですよ。分かります、ね、子供が言うからね、おかしょ、長い文章言ったらね、当たり障りがなくなってしまうから、場合によってはいいと。ね、そういうこともあるしね。あるでしょ、文章ね。そんなの聞いたらね、やるとね。それで最後は、ルカさんね。ルカさんはお医者さんね。だからお医者さんの目で、まあ、見てるわけですよね。で、一番なんか、文章、まあ、いい文章を書いてると言われてますけどね。
お医者さん的な見方をしている。まあ、医者言うたってね、古代のお医者さんですから、あんまり医学が発達してない時代のね、お医者さんですからね、どのぐらいその病気治すのかという問題もあるんですけどね、まあ、物の見方がお医者さん的な見方をしているということは、ある程度するようなのは分かりますからね。そんなんで、いろんな人がイエス様のことを変えてるわけですね。それでそのやつを見られずっと見るとね、ちょっとずつ違うわけや。ね、違うのは当たり前だ。見た人が違うんだから。違う方にみんな当たり前でしょ。同じ人を見たってね、若い人が見たって、お年寄りの人が見たってね、同じ人を見たって、違う方に見るわな。当たり前でしょ。同じ人見たってね、みんな同じように見たら問題ないけど、いや、みんな同じように見たら問題だけどね、わかるよね。いろんなところで、ね、変えてるわけよ、ね。それからそれを全部検討して、ヨハネさんが変えたわけです。ヨハネさんが特にね、一番言いたかったところは、もう初めに言葉があったというね、ヨハネさんはよく考えて書いておってですわ。このヨハネによる福音書を見たらね、このヨハネによる福音書、ヨハネさんは何がこの人といっぱいの人さんはよくわかります。ヨハネによる福音書最初一章一節からね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずならなかったものは何一つなかった、ね、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった、深いでしょ、まあ、この辺のところでね、ヨハネさんがビタッと言うてることを書いてある。やっぱり、ね、何やかんや言葉なんだと、ね、それをどう表現するかによってね、同じイエス様のことをね、もうこれイエス様の時代にね、イエス様と出会った人はええけど、それでテレビもなければラジオもない、ね、その今のような文明と称するのは何もない、その時代にね、イエス様のことを後世に伝えていかないかという、まあできるものばかりし言葉によって表現する、それしかないわけだからね。それをさ、何とかして正確に後世の人に分かってもらえるようにね、伝えていかないと、ね、それは大問題だったわけですよね。誰だったって言わんこういうのはその言わんかったら分かるんですよ。その意識するとしないにもかかわらず、それなんてかからしたね。ですから大事なのは何なのか、それを表現する言葉なんだと。でどういうふうに言うたら本当にイエスの素晴らしい姿をみんなに分かってもらえるのか、ね、ヨハネさんはものすごく考えたわけで、それで書いてるんですよね。だけどこの人間ってね、なんだかんだ言ってもいい、人間には、ね、能力がないの、無能なんですよ。人間は何もできへんねん、ね、要するに何が言うとアホだということですよ。要するに能力的に言うとアホ、ね、何もできへん、無能、無知、無能、ね、何もできへん、何にも知れへん、それでもやめたってすぐやめても諦める、そんな人間や。それがね、それかけるうちにね、なんで私がなんでイエス様のことになる書かないかんねん、もうあおらしやめたってね、まあ、そのようにね、もうなる人も早い早いとこなる人もおってやりね、ちょこっとやってね、秋っぽい人だよね。だけどいや私はもうイエス様のことを伝えて、もうそれが私の思って全身全力を込めて一生がやった、ね、全力を捧げて書くんだ、もうものすごい彼は思ってね、書いたいね。だからそういうのが伝わって、何が言いたいね、言葉なんだ、イエス様のことを表現する、イエス様を表現する言葉、そのイエス様自身が何ですか。イエス様自身が言葉なんですよ。イエス様自身が神様を表す言葉、イエス様自身が神様を
アカシス神様ってこんな方なんですよ、ね、イエス様は見たら分かりますよというふうにね、あのイエス様来られたんですよ。イエス様見てなさい、そしたら神様のことみんな分かりますよ。そんな意味でイエス様のことを伝えてるんですよ、ね、だからイエス様は言葉だとか言葉は神様になった言葉は神様になったというね、これはあのこの言葉に歯がないですよね。これもうボーッと言ったらね、あんまりこう感じのことし感じてか本読まへんとね、本読むだけね、活字だけっていうかね、初めに言語があったんですよ、ね、わけに言葉ってね、ルビーみたいな言ったからね、あの読めるけどね、それなかったら初めに言語があった、言語は感覚とか言語は感覚とか言葉とかね、だけどわけに言葉とか言葉あったらね、普通歯があるよ、ね、葉っぱの歯、リーフ、ね、なんでしょ、これリーフあれ、ね、歯があれ、葉っぱがあれ、ね、もう秋の終わりで歯が捨てしまった、枯れが強い風が吹いて、ね、枯れ葉が落ちてしまって、ね、もう君に歯がない、そういう状態からと言葉のそういう状態からというのを思ったり、いろいろ空想してもいいけどね、まあ、とにかく何やらんけど弦だけで言葉で読ませてしまう、けど現代の言葉やなこれな、まあ、そんなふうにそういうところで特別に使い方したんでね、でもこの言葉は、それは私たちが普段喋ってるような言葉いう意味もあるんだけど、もう一つもっと詳しく言うと突っ込んでいくとね、まあ、原理原則みたいなね意味が強いね、言葉の中でもね、私たちが普段喋ってる言葉やったって、まあ、普段ブラ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 喋ってこっち喋んなかった、ブラブラブラ喋ってるやつとね、もうちょっとドライな、あの人間とはこうでなかったらいかんとかね、うん、それは間違いだっていうのはね、人間はこのように歩んでいかなければならない、幸せとは何かっていうのはね、ことを言うような時に話する時はね、この弦ということがね、表現しましょうか、この流れとね、あのギリシャ語の言葉と訳される4つほどあってね、その一つのところに使われているんです。それはどっちかというと原理原則的なものが言われている、ね、初めに原理原則がありましたというか、ね、まあ、人間の体で言えばね、まあ、初めに背骨がありましたというかね、初めに骨がありました、ね、この骨に、ね、あのいろんな肉がくっついてるわけでしょ、ね、骨に肉がくっついて、臓器がくっついて、いろいろくっついて、皮がくっついてね、それで人間が出てくるわけだけどね、一番大きなのはまず骨がなかったわけだからね、だから骨は骨でもね、もう背骨みたいなわけだな、そういうような言葉の中でもそんなに一番大切な基本的なものが、基本的なもんですよというような意味がこの言葉というのがあるね、ね、それでそのね、その後ですね、今度は9節6節以下は、ね、ヨハネさんのことを言ってますけどね、彼は証しするために来た、光について証しをするため、また全ての人が彼によって信じるようになったって、あれでしょ、ヨハネさんのことを書いてます、ヨハネさんは証しをするために来た、何証しって、誰も証しするためです、光について証しをする、光って誰ですかってイエス様のことね、イエス様について証しするために来たんですよと言ってるわけです。このようなことがどうぞ書いてあるようにですね、この一番このヨハネの福音書で言いたいことはね、この神様のこの証しするという、神様はどんな方なのかということをね、
まあ、みんなが知って知らなかったし、知らない限りは誰も救われないわけですからね。その知るということについては、彼は証しするものはなかったんだ。ただ証しするには光というのが一つは大事ですけど、光は見えね、目が見えるためには光がなかったら見えないわけだからね。だからまずイエス様に出会って、あ、イエス様ってこんな方なんやって、もうパッと見てね、分かる人もいるんです。直感的にね、勘のいい人は分かんないですよ。パッと見て分かんない、この人はどんな人や。ほらね、毎日ね、ね、あまり仕事をせんでね、ブラブラっとしてる人とね、それから毎日一生懸命仕事をしてる人とね、パッと見たら感じちゃうわね。そうでしょ、パッと見たら。その間、先生、私のこと言ってくれないんでね、おまんといて、ね、別に思ったっていいけどね、それ別に誰かその人ですよ、取り上げてね、私別に避難しようとしてるわけじゃないよ。だけど、たとえそういうことも、たとえって言えば分かりやすいから言ってるわけでね。だから、面接する人ね、会社行って面接する人にね、もういろんな人にとってですからね、パッと見てね、あ、この人ね、うちの会社でね、雇ったってね、これ仕事できへんなと、あ、仕事とても無理やな、もう分かれたらパッと分かるんですよ、ね、そういう仕事の場合もそうやし、まあ、昔ね、私も自分のこと言いますけどね、久しぶりに過去の足の病気ね、でね、私何かね、どこか体は痛かったかな、それで言ったんですよ。で、その今栄養委員長するけどね、過去の足の病気で栄養委員長するけど、陳在陳在先生、陳在先生ね、今過去の足の病気で栄養委員長、陳在職ですわ。ね、陳在職ですわ。ね、もう年だからね。その先生は、何でも言って、その先生がその時診断しようかな。私の顔見てね、あんたどこも悪くないわ。ね、言われました。パッと見たら、病院だ、病院でやる。あんた病院で壊していいって。そんなね、長いことね、先生にするからね、そいつ分かるのに。もう他にないかんね。まあ、そういうことはね、ちょっと見てくれましたけどね、大体ね、人間ってね、ある程度分かるんですよ、パッと見て、うん、それぞれ体の場合ね、全然、まあ、無償というかね、僕の親父はね、体やね、機械やね、機械の病気をすぐ判断できる人、機械の病気、故障、ね、機械パッと見るでしょ、あ、この機械ここ悪いやって、パッと分かんないって、ね、だから、その道のプロの修理屋のプロの人がいてね、お前なんでこれ分かんないって、専門家が分からないやつ、お前なんで分かんないって、お前ちゃんと直感的に分かんないって言ってましたけどね、ほんとそのとこか、なんかその分かんないから、いや、それは耳聞こえへん、だから耳聞こえへんからね、そういうふうに神様させてもらったんだと思うけどね、まあ、なんかね、人によってね、もうそれ何でもそうですよ。機械もそうやしね、体もそうやし、それから世の中の仕組みね、あれ会社の仕組み、会社の不利益ってあんまり中収益が上がらない会社、あるいは店、ね、もう何でもそう、パッと見てね、あ、ここにこの組織には、この会社にはこういう問題があるなと、なんとパッと見て分かる人が売ってるんですよ。ね、だからもちろんそういう人間やからね。まあ、それも外れることあると思いますけどね、ものすごくそういうのがないことやってないもそのあるといろいろだと思いますけどね、そういうのが分かるようになってくるんじゃないかと思うしね、そういう直感的に分かるものがあるね、何やしなんけどね、まあ、そういうものがあるとともにね、すべての人がね、なんとかね、救われてほしいと、ね、みんな救われてほしいと思ったらね、なんとかイエス様のことを伝えないと、ね、
でも分かる人と分からない人もおるね。もう何も求めない人もおるから、まあ本当に救われたと思うし、そっちも思えないんですよ。どうでもええわ、本当に人って、ね、もうやけくそやろ、ね、もう本当にそんなのばっかり出会うんです。もう言うんだって、イエス様のこと話したって無駄やろ。どないや考えたって分からない人おってるんですよ。でそれでもちょっとでもね、この人イエス様は知ってもらえないか、分かってもらえないかと思うとね、そんな思うとなんかね、また神様が働いてくださってね、なんか知恵が出てきて、それでね、思いもよらぬことがパッと出てくるんです。神様が言わせてください。そうするとね、その人、あれと思ってね、こいつは違うと、ね、その人思ってくれと、そしては、あ、こんな生活してたら、我も私も救われなかった、私も天国に行けたら幸せになりたいとね、なんかやる気が起こってくるからね、そういうような人が結構おってるんですよ。その時ちょこっと言う言葉がね、ものすごい力があるんですね。だからこの言葉って大事だなと思って、神様言わせてくださいね、聖霊のことがあってね、聖霊言葉にね、聖霊が乗ってきてその人の中に入られるね。そうするとね、その人は神様のことが分かってくる。そんな意味でね、この言葉というのは考えられるわけですけどね、まあ、そんなんでこの言葉の話ね、それが証という言い方でしかありますけどね、この証し証しってこの背景のいっぱいあるでしょ。これはどこも何だかだろう、証し証しって、この一生の伝播ね、ヨハネ、ヨハネによるこの一生のこのページだけでもね、何度も書いてたでしょ。でこの証し証しと言うてるようにですね、ヨハネによる福音書というか、ヨハネさんが一番力を入れたのがね、そして一番言いたかったのは、イエス様は証しをするため、神様について証しをするためにイエス様が来られたんですよ。そして私はまたね、イエス様を証しする人なんですよ。イエス、私はまた、あるいはこの福音書にしても書くのでね、イエス様について証しをするために書いたんですよと言ってるわけですね。そういう意味でイエス様をね、理解してくださいね。それでこの元のところに戻ってね、この五章の今さっき読んだところをね、ヨハネさんは証について33節ですね、あなたたちはヨハネのもとへ来て起こったが、彼は真理について証しをしたと、ね、真理でイエス様のことね、イエス様のことを証しした。私は人間による証しは受け入れない、しかしあなた方が救われるためにこれらのことを言っていこう、ね、ヨハネは燃え輝く灯火である。ヨハネさんはそういうすごい素晴らしい人だったんだけど、だけれども私はヨハネに勝る証しがあると三節で言ってるんですね。それはヨハネさんは、まあ、証しは証しでもほとんど言うだけみたいな感じでね、言葉だけみたいな。ところがイエス様の場合は技がある。私が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが、父が私をお使わしになったことを証ししている。これね、イエス様はどんどんと奇跡を行われました。病気を片っ端から治されました。これものすごい大事なことだからね、これね、あんまりね、キリスト教の教会をね、比べたりね、あちらの教会はこんなやった、あそこの教会はこんなやったりね、あんまり言うのはよくないですね。それぞれの教会はね、それぞれの使命があって、この地域は地域によってね、やらなきゃいかんことはあるしね、そこに働くことの牧師さんやったってね、一生懸命やろうってのはずです、ね、その一生懸命やろうってのにね、それについていろいろ私は言う立場ではありません。でその人がやって一生懸命やってるということは、その子に神様が働いておられるわけでどんな人やったってね、
で、それについてどうのこうのということは、まあ、その人だけ言ってるんじゃなくて、神様に文句つけて、文句つけてるみたいになるからね。ああ、なんか言う近くあったよ。ね。言われてますしね。だから言う立場じゃないけど。ね。まあ、だけど、まあ、少し分かってもらうために言わざるを得ないで言うけどね。まあ、別の、まあ、二十歳ぐらいにね、特に信仰を持ったんですけどね、東京に行ってね。いろいろやってて、結核を患って、結核療養しようって時にね、信仰を持ったんですけど、暇な目やから行ってみたらばーっとみたいなとこも、まあ、泣きの石もあらずだったけどね、もともと信仰、ちょっと関心があったから、まあね、あるんですけどね、半分、療養生活というのはね、結核の療養というのはね、比較的に自由があるんですよ。散歩ができる。病院から出てね、ふら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 ね、あっち行ったりこっち行ったりできるところもある。だけど、あんまり長く出て、夜中になっても帰ってきたら来ないかもだからね、まあ、一応時間が来たら帰ってこないかないですけどね、まあ、そんなもあって、ふら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 出ていたりってことがあってしてね、あったりしてね、あ、こんなところにキリスト教の教会もあるな、ということを発見して、まあ、キリスト教の教会らしく教会じゃないんだけど、なんか小さな、まあ、家庭集会やな、やってるというところに入って、その、ね、まだ森彦というおじいちゃんと出会うんだけどね、そのおじいちゃんの、まあ、変わった人でね、まあ、あのおじいちゃんに私が出会ったということも私の人生書いた、本命書いたね。それも、で、それをもって神様はそういうふうにしてくださったんですけどね、その豊からまたいろいろなところに行ってね、それであちらの教会、こちらの教会も別に比較しようとかね、なんかしようと思ったってわけじゃないですよ、ね、ただ行って恵みをいただこうと思って行っただけですからね。だけどもなんか知らん分かったものがある、感じたものがある、ね、それで最後に本部の今の私たちの教会の本部の教会にね、埼玉県箱根の本部の教会に行くことになったんだけども、その教会とあれこの教会違うんだと、ね、本部の教会と他の教会と比較する、あなたは裁いてはいけません、ね、裁くなさい、裁く人は心が裁くになる、ね、裁くとは魔物のうちになる、ね、何も入れへん、カラカラのうち心の中もカラカラになるぞと、ね、だから裁いてはいけません、何の益もなりません、益にもなりませんからね、まあ、考えないという想定ですよね。さあまさにそういうところがあるんですけどね、まあ比較戦闘ものとは言われへんし分からへんから言うけどね、本能の教会っていうのはね、変わった教会やった、ね、大きな教会、ね、300人も400人も来てた、うん、その小久保先生亡くなられてからもう随分になるけどね、何年なんね、昭和と共に去っていかれた小久保先生はね、昭和と共に去っていった人は美空ひばりか、ね、昭和と共に去っていった人は昭和天皇だから、昭和って言っただけね、美空ひばりでしょ、ね、昭和天皇、そこから何だろう、石原裕次郎か、ね、なんかあの頃ってなんか同じように去っていた人おったやん、ね、昭和も代表するような人も国語先生も去っていたからな、ね、国語先生はもう終わらないな、国語先生ね、また批判になる、裁くことになるけどね、またね、国語先生でもね、説教下手、ね、説教下手ってね、あれね何が言いたいかってね、ものすごい人が来てんね、ね、もう400人も500人も来てくる、それでその国語先生が昭和やね、10年か15年ぐらいしか僕さんしてないんだけどね、なんだ4000人ぐらい洗礼されてたね、そんなに洗礼された人はね、
お子さんがほとんど乗ってない。そのぐらいたくさんの人を洗礼に導いた先生です。それでね、たくさんの人が来てるね。すごい教会ですよ。ね、でそれがあったらね、そんな先生だったらよっぽどね、お子さんとしてね、人格が立派でね、話も上手で、ね、みんなが説得力がある話したんだ。思うでしょ？全然すりゃあれ。ね、いや、だ安心しなさい。ね、でそれは思わせるよ。何だろう、何なんだろう。人を集める力は何なんだろう。ものすごく私、見えるんだよ。それでね、また批判なんだけどね、後藤なんとかいう人、後藤水戸か、なんか言ってた、説教学入門とか、説教学っていう、なんか、ぼつぼつが置かれて、説教の仕方っていう、ものすごい、説教はこのようにしなきゃならない、書いてあるよ、ビターッと書いてある、ね、確かに読んだらその通り説教しなきゃならない。絵本や教科書や説教の仕方ね、高校先生全然反対。なんじゃこりゃ、ね、全然その説教の教科書に書いてあるやり方とは全く違う。なんじゃこりゃ、ね、だから安心しません。ね、どういうことなんだろうね。高校先生の話は証しなんですよ、ね、だからあっちでこの人に恵まれました、この人に恵まれました、こんな奇跡が起きました、ね、そんな話ばっかり、ね、だから分かりやすいんですよ、ね、体験談を言うだけやから難しいこと何も言うてないから。でね、で国語先生って、ね、どんな人か、ね、あんなにね、アホみたいな話平気で言う、ね、それで証ばっかりして、一つも学問的なところがあれ、ねね、でその先生ね、大学の先生大学の先生やったらね、よっぽど難しいこと言うやろ思うやん。だから全然難しいこと言わへんねん。だからやった。ほら、多くの人はね、ね、難しいこと言うから人なんか来るちゃうかなと思ったりするけど、逆やからね、あんまり難しい話はあかんねん。私は僕もいろいろ教えられるんです。それでね、たくさんの人の来る話はね、分かりやすい話です。ちょっと分かりやすいことね、もう体験なんて十分に。一番大切な体験談をペタッと言うことだよね。それで何でかというと、神様っていうのは全知全能の愛の神様。それも体験を通してみんなが悟ったらいいわけでしょ。何遍神様は愛の方です。神様は何遍全能の方です。何でもできる方で何でも知っておられます。神様は私たちを愛しておられます。何遍同じことばーっ言うたからだって。誰も分かれへんのよな、本当はしゃあねえの。言葉で一つ、そんな言葉で一つ、それ体験談を言う方が、本当に神様愛の方や、神様全能の方や、いうのが分かるんですよね。それ意味分かりますか、僕の言ってることはね。だから、まず第一にね、この高校先生の教会に行ってね、あ、この教会は違う。ね、何が違うか。言っておられることと、やってることは同じやということね、パッと書く。よその教会ね、言ってることとやってることと違うっていう、そんな批判してんじゃないよ。ね、なんかそれ、なんか比べてね、批判してるように、まあ、別によくのよそのことが悪くて言ってないけど、ね、それは思わんとね、先生すぐ批判してね、よその教会批判するから、いけませんかって言わんといて、まあ、それこの教会がどんな素晴らしいことかを知ってもらうために、そう言わざるを得なかったから言ってないけどね、あのね、そういう雰囲気がするんですよ。先生が言っておられること。やっておられることは、あ、同じやと、あ、これはと、これなったら、そうでしょ、先生、普段やってることと言ってることと違うとったら、やっぱり雰囲気出てくるよね、なんぼかどうしたって、ね、教会の雰囲気からパッと分かるんですよ、私はそのようなことでパッと感じたんですよ、でそういうんでね、ものすごく勉強になりました。環境が分かりないね、いろいろします、うん、それはね、何時々来られるピアノをよく弾かれる松岡先生か、松岡先生の曲なんですけどね、松岡先生ね、松岡先生は、あの先生、カープ先生ね、
俳優で見たな漫才師で何だっけ太田なそれはどうでもいいけどで、いや、あの先生、ジャズフルピアベーッ弾くでしょあの、ああいうふうにね、キリストの福音で言うと言っても、あの、川田先生、解説の先生、お寺の方って思うんだけどね、また来てもらうことになるかと思いますけど、まあそうなんでね、この証というね、言葉というものがね、あの、実際の証がなかったら、証とぴったり合ってなかったらね、もう話にならへんわけですよね。それで、まあ、具体的に言うとね、どういうことか言うとね、イエス様は奇跡を行われる、全知全能、どんな人も救われる、ね、言われる、書いてあるんですよ。で、彼はその通り言うの。で、その通りお祈りするの。ね、で、お祈りしたら治ってまわない、病気が。問題も全部解決する。言うてることやってくると同じじゃないですか。実際のことになるんですよ。だからそんな教会だ。世の教会はね、そないと言うんやけどね、実際あんまり言ってもらえないんですよ。そういう機会を与えられないんですよ。そんな気ないみたいな。立派なこと言われるんですけどね、実際に後で一緒に祈りましょうかという機会もないというかな。そういうようにされないんだ。だから、お前さんね、お前さん、ね、そんなんで言うてることやってることね、同じなかったらね。いや、国語先生、もう一度言いましょうか。ね、国語先生はね、言うてることやってることもない。というのはね、求めをさらば与えられるという言葉で言うとね、あのね、国語先生がね、いっぱいくださるんですよ。ね、信者さんにね、お金いっぱいくださるんですよ。ね、え、何それって思うわけだけどね、あのね、びっくりしますよ、ね、あのこれ特に王様の胸の方で言うとなんですけど ね、 ね自分は教会って献金するでしょ、教会で献金する額よりももらう額が多いね、ね、びっくりしてまして、ね、えっ、ー、と思ってね、あの献金回ってくるの回しますでしょ、ちょっとしか献金せんやつが多いね、小学生、小学先生がね、高校先生がね、なんかの時にね、あのお祝いをあえてくださるんですよ。就職のお祝い、あの学校の入学祝いね、結婚のお祝いね、もうなんだかんだ言ってお祝いくださるんですよ。病院から退院したら退院のお祝い、入院したら入院の費用使ってくださいとか、うん、あのそのお祝いのことで費用使ってくださいとか、稼ぐあのくださいますよ、ね。お見舞いか、お見舞いもね。いろいろな理由をつけて、しょっちゅうくださる。だから、ね、献金した額でもらう額も多いね。ええと思うよ。そんな状況あるのかと思うよ。ね。で、あの、イエス様死んだ後、経済的にも恵まれます。お金持ちになりますよ、言われるの。その通り、お金持ちになってくる。そういうことを徹底的に実践された方です。え、なんでそんなことできたんやろ、ね、天から降ってくるのか、お金天から、国語先生の家で天から降ってくる、懐に財布があったから財布が膨らんできた、1万円しからね、開けてみたら1万円しかいっぱいね、そんな感じのことが起きたんじゃないかなと思うようなところがあった、ね、なんでそんなことなの、今さに聖書の書いた通りされた、与えよ、さらば与えられる、ね、だから人にあげなさい、あげなさい、そしたら何分も入ってくる、ね、いつもそれやったらね、もうあの短歌学会のことお願いするんやけどね、それ言うと怒られるんや、やめてもらえるね、やめるけどね、もうまた別の人にね、その先生もうちょっと話聞かせる人をそばに教えますからね、そんなんでね、与える人は与えられる。聖書の言葉の通りです、ね。その反対もありますよ。奪うものは奪われる。ね、何でか知らんけど、私貧乏でしょうがない。ね、
なんでやねん。そんなの取れるからね。困ってるからね。まああれですよ。反対せな。あげるんだよ。そんなあげる金どこあるんだよ。いや、あげたらまず、なくてもええねん。あげるんだよ。そしたら、もう不思議なことに、まだ別の人がくれるんだよ。それで、それがどん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 出てきて、ずらやなのが豊かになって、そういう、ものすごい原則があるんですよ。で、国分先生の具体的に言うとね、退職金が、退職した時にもらった金が、もうみんなにばらまかれたわけ。まあ、その話は別にですね、教会のある場所がね、高速道路ができたんですよ。ね、それで、訪ねてください。それで、お金いっぱいもらって、これに高速道路って言ったからね、あんまり大したものやらない東京のね、あたりに高速道路で言ったらかっついかないと思うんですよ、ね、びっくりするのかな、それにバラバラだからそれようなんですけどね、先生なんでそんなお金あるんですかね、びっくり食べられたと思ったらね、亡くなられたからね、もう食べられへんからね、そんなんじゃないやな、わかりました。与える人は与えられるって、ね、ものすごく思うんですね。実践してください。神様がくださいますから、ね、ケチケチせんと。いっぱい教会もそうですよ。教会に捧げるんですよ。教会に捧げたら私の懐もなくなっても、ね、いいじゃないですか。神様に捧げる。天に捧げる。神様は天から雨が、精霊の雨が、お札の雨が出す。そんなことは不思議なことがあります。あれ湧いてくる。なんでかしらも湧いてくる、ね。そんなことが起きますよ。あっちからも入金がある。こっちからも入金があるっていうのがまたね、不思議なことが起きたりね。するんですよ。それが神様ですからね。何の話だ今そんな話で終わらないんですよね。これ後のことね、ちょっと読んでて。ね。まあ、今回階段はね、これ書いてるのはね、偶像崇拝の巻き込みにとって書いてるのはね、そういう用意もなくて、今日はね、何が言ったかというと、実は、おまんものに似てくるんだよ、ね。人は付き合うものに似てくるね。朱に交われば赤くなるということが一つですね。聖書でね、聖書ね、旧約聖書を一生懸命読んでくださいよ。聖書を、ね、何回も読んで、それでびっくりすることはね、もう神様はね、この偶像崇拝というのはどれだけ嫌っておられるかというのが分かってくる。ね、もう今日はお祭りやなくないな、うん。で、日本にですね、生活してる限りはね、地域によってはね、もうそれなんだお金集めこんねん。ね。それでお金は日本はないから、寄付したりする人もいるしね、すでにね、町内会の中にね、その神器や腕を収めるからな、セットになっとね、セットでわかるでしょ、ね、会費の中にね、勝手に収めるの、勝手にそんなんと思うんだけどね、町内会の会費の中に書いてあるならね、高んと収めるとかね、それで、そんなことなんでするんですかって、昔からやってるから、今さらやめられへんみたいな、昔からやってるところですね、あかんというか、この辺の考え方やからね、新しい時代になって、やめたら働くというのがある。ちゃんとその昔から納めとる。もう東北の伊勢神宮や出雲大社やのね。全然関係あらへんぞ、納めさせてくれない。聞いたことないような、皆さんにお金がいたし。クリスチャンのお金が、なんと牧師のお金がそうって言ってたでしょうね。どれもってのもね。そんなアホなことが起こっとるわけです。そんなんで絶対しませんよ、やったらね。えらいことですよ。私は一銭も納めませんって。突っ張らなかった。殺すな、殺せんかと。その取るなら取ってみろと。私言うたった。あの村のおっちゃんが来てね、なんでお前納めへんの、うん、納めへん、なんでこんなの納めへんの、うん、え、信仰の自由や。信仰の自由というか、起動するか起動しないか、こっちが決めることじゃ。そのなんでお前勝手に納めへんの、うん、もうはっきり突っ張らなかったね、うん。昔はね、もうそれ国でやったから、ね、国。ね、国家というものが税金で取り上げたもう強制的に、ね、それで納めへんやとか、ね、
どうやり入れた昔はね、今はあんなことせえへん。今そうなったら、やし、どうやり入れてんねんと。私が言いたいところや。何もでも入ったろ。どうやり入れたら、平気や。ね、いや、一番困るのは、お前、死刑やと思うからね。死刑だって感じさせて、やるけどね。そのぐらいのね、見直ったったらいいんですよ。そしたら、向こうの方が病気ですよ。過去はね、人権委員会だね。ね、あの法務局と、私は法務局の人権委員会で、それこそ問題したんだよ。ね、だから何のこっちゃ分からへんの。何のこっちゃ分からへんの。信仰の理由の意味分からへんの。私は言うたかった。でまだ未だによく分からへんの。分からへんの。法務局の人も。法務局の人も分からへんの。どないすんのよ、ね。人権委員会って何やそれ。人権って何ですかよ。みんな平等や。平等じゃない。人を差別して。そういう考えね。差別はいけませんよ、ね。だから差別はいけないのか、ね。あんたが差別されてはいけませんから、差別されないようにちゃんと収めなさいと。ね、純粋になるらしいけどね。まあ、いろんなことがあるよね。まあ、どんなんでね、笑わせてもらってくれないと、あんたが笑わせてもらってくれないと。そんなんでね、それに自分がね、腹くくったらね、何のことがあれ、どうとかあれ、だから、そしたらね、神様またそういう人は祝福してくださるんですよ、不思議なことにね。それで箱根に会うとかいろいろ心配する人多いんですよ。何も心配ないですよ、自分が腹くくってね。何も怖いことはないですよね。だからそういうふうな自信を持って、この信仰のために戦ってくださいよ。神様はね、偶像崇拝をどんなに嫌っておられるかね。そして間違った信仰というものが広がっていくことをものすごく嫌っておられるんで、騙されないようにね。もうこの時代もね、いろんなことを騙すとは思ってですね、みんながこの警戒せざるを得なかった事情があったわけですから、この本物のキリストからイエス様はね、救い主は言うても本物なのかということを、偽物のタッパーということを、ね、警戒したわけです。イエス様ははっきりとね、本当の神の子であると、神様の方であるということを、ね、こういう見技を示されたわけです。ね、それがもうあまりにも強烈だったからね、もうこれはかなわんと言ってね、あんな男はもう貼り付けにせないから、もう貼り付けなんですよ、みたいなね、事情があるわけですけどね。まあ、これのところもね、よく読んでいてくださいと、要はね、人はね、拝んであかんのですよ。偶像拝んであかんのですよ。特に問題は、仏壇ですよ。死んだ人拝んであかんのですよ。絶対死ぬように死ぬんですよ。死んだ人拝んだら死んでいくんですよ。ね、死人を礼拝するということは、もう神様が一番嫌われるわけだからね。ところがね、自分のね、親とか子供とかね、夫とかね、妻とかね、そういう人が死んだらね、もう悲しくしいしね、もう拝まない、しゃもらないと、もう拝んだことになってまわれ。それは神様が嫌われますからね、死んだ人拝まんようにね、してください、置いとくのはいいけどね、拝まんようにだとね、それ自分が結構損ですからね。そしたら、それを拝んだらね、生きてるのにね、だんだん死んでいくことになった。死んでいくということがだんだん、ちゃんとしたら痺れていくとかね、なんか健康やったらもね、なんか病気があってね、あっちが悪い、こっちが悪いとなっていますからね。それは死んだ人があるなら死んだようになるという、根本的な原則ね、これ忘れないもんね。意味わかりますね。人は付き合うものに寝るんですよ。これは絶対的原則ですから。不良と付き合ったら絶対不良になるんですよ。え、私がこう言われました。ほら、あの悪いと付き合うの、ね、言われたんですよ。内藤、田中先生言われた、ね、あの先生、ね、あんたの校長先生ね、私の小高校の時、風紀委員の一番のトップの先生、風紀委員の先生、ね、先生、内藤、お前はあんな悪いと付き合うのかんない、ね、絶対悪いもんだから言われてものすごく悪いと、ね、私は悪いが好きでね、付き合うのはね、正しい人と付き合うけどね、悪いと付き合うのは大好き、不良と付き合うのは大好きでね、それを僕が作ったらね、怒られましたね、また不良になりましたね、だからね。その話やるのかね。はい、最後にね。